はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。まさふみです。ねえねえ、まさふみ。なんだい？どうしてオキアミをつけるの？そうだね、オキアミは万能餌なんですよ。万能餌？そう、お魚さんがみんな大好きなんですよね。だからオキアミでつけるし、オキアミをつけるし、オキアミの方がね、すぐ釣れちゃうので都合がいいんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。さあ、今回は静岡県浜名湖でヘダイ釣り、クロダイ釣りですね。クロダイ釣りをしてきました。ヘダイがね、今日は釣れなかったんですが、クロダイばっかでしたね。かかったかなと思ったら、なんか根がかりを してましてね。これで、根がかりをね、外そうとしてるんですけど、なかなか外れなかったので、竿をですね、一旦、縮めてですね、糸を直接引っ張ったら、なんとですね、カキ殻がついてました。すっごい重たかったです。竿じゃね、引き抜けれなかったんで、結局、糸をですね、直接持って、引っ張って、これね、今ね、竿で何とかしようと思ってね、竿を煽ったりしてるんですけど、根がかりか。そう。ね。今ですね、竿を縮めてます。縮めて、糸を持って、無理やり竿を煽ると、竿が折れちゃう可能性がありますんで、竿を縮めて、糸を持って、よっこらせ、よっこらせと手繰ってですね、そうするとね、少しずつね、カキ殻が手前に行きます。結構大きなね、カキ殻だったので、なんかね、仕掛けをそこにつけちゃうと、こういうふうに、結構な確率で根がかりしちゃうんですよね。でね、今から引き上げますよ。ほら、こんなね、大きなカキ殻が。ちょんちょんってやるだけでね、外れちゃうんですけどね、実際はね。で、また、竿を伸ばして、それでリベンジをします。竿は、清流、X っていうね、ダイワさんの竿です。5.4 メートル。ハリスは2号、ナイロン2号使っております。ナイロンの 1.5 号とか 1.7 号号でも取れるんですけど、たまにですね、大きいのがかかるんですよ。だから、あえてね、2号にしておけば、まあまあ、間違いないかな、って思います。まあ、餌釣りなので、そこまで、ハリスが細くなくても、餌で十分誘えますんで、それで、2号にしてます。で、チヌバリの、2号ですね。これも小さい方ですね。
小さいタイプの2号を使っております。あ、釣れたじゃん。ね、黒鯛でしょう。黒鯛のね、シンタと呼ばれる小さいタイプですね。まだまだ赤ちゃんですね。さあ、根がかりさえしなければ、次から次へとね、釣れてくれるんですよね。やっぱね、オキアミ最高。オキアミ最高。そうです。オキアミ最高です。で、保存も効くし、冷蔵庫の中で、あ、冷凍庫か。冷凍庫の中で、保管しております。冷凍庫でも凍ることはないんですよね。で、この日は針が小さすぎたかなって感じですね。餌取りが結構ね、多かったので、クロダイをね、ターゲットにしていますが、たまにですね、違う魚が釣れたりします。で、これですね、ノーシンカーなんですよ。針と餌の重みだけ。なので、風が結構ね、吹いてて、ちょうどこの時は満潮になるところですね。潮がね、完全に上がってきた状態で、かなりね、手前も深くなっております。さあ、オキアミ爆釣しております。だいたいこのサイズがですね、ちょっと、このぐらいの個体が10センチちょっとぐらいのね、個体が大きかったですね。クロダイです。本当に爆釣だね。ねえ、オキアミってすごいよね。この日も、そうね、短時間で10匹以上で釣れました。これはね、キビレですね。クロダイの仲間なんですが、キビレはね、同じ大きさだったら、クロダイよりキビレの方が、なんかこう暴れる気がしますね。ヒレが黄色いところが特徴です。で、縦縞がない個体になると、これが、ヘダイと言われるね、また同じ仲間なんですが、そういうのがあるんですが、こちらは縦縞がありますので、キビレになります。さあ、またかかりました。クロダイじゃん。はい、クロダイでーす。もう一回り大きいとね、いいんですけどね。この日はね、なぜかね、このぐらいの大きさがアベレージでした。風がね、止むとね、当たりもね、少なくなるんですよね。風が影響してるの？そう。風がね、吹くとね、なぜか釣れやすくなるんですよね。で、今はね、風がね、さっき吹いてたので、ガンダマをね、つけました。2B をつけました。そうするとね、出がかりもね、増えるんですけども、
やっぱりね、釣りやすくなるんですね。はい。次はですね、もう帰ろうとしていったとこなんですが、なんか、餌取りがね、来ちゃいました。なんと、コトヒキっていうのですね。コトヒキが釣れました。ちょっとね、大きいですね。餌取りやったじゃん。はい。今回はね、この辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。それでは、これにて失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。